丈夫でしょう。あの自動でもうちょいですね。お、GPS 拾いましたよ。行きますね。いやマジっすか。自動離陸で行きますよ。まあ普通に上がるわ。もうちょっと。結構煽られんね。うん、飽きたくない。いや、もうちょっと上げないとやばいよ。画像はいいわ、すっげえ。うわあ、めっちゃ煽られる。SNとは大違いだ。あ、そうだ。カメラの録画していませんでした。これ何にもしない状態だよ。GPS だけ。カメラだいぶ傾いてるね。傾いてる。向きますね、結構。あれで降るな。しょうがないよね。あ、上向いたらしょうがないみたいなところで。なんかまっすぐなりな。なんだなんだ、結構上向きになるよね、うん、ゆっくり回しましょうか。真横。でもこれだとあれだね、営業用の動画撮るのは結構シビアだね。こんなに振られたら。うわあ、しんどいわ。なんか風に煽られて傾くよ。まあパイロットが下手くそだからしょうがないけど。テイクオフはどうすればいいですか？マニュアルもできる。マニュアルもできるよ。ランディングギアを下ろす。まあファントムと似たようなもんだね。あとこれであれ自動で下ろしましょうか。いや結構ね、緩く回るから反応しに。結構ハードだな。怖い、うん、こんなもんだな。飛ばします。一回離陸して。飛ばします。いやまずい。いや全然普通。ファントムみたい。ファントムの感じだね。自動なのね。自動離陸でやったらね。ここで高度が下がると足が降りるの。あとフェールセーフの時とか、そういう時に全部上がったり下がったりする、勝手に。だから下へ近づいてきたら降りるってことだよね。まるっきりファントムに近いな。
ファントム、まあ風が強いせいかもしんないけど、結構ヨレヨレ、見た感じヨレヨレでしょ。でも全然不安感はないね。まあ多少ラジコンに慣れてたら飛ばせんじゃね、ヨレても。カメラブルブル揺れてるけどさ、うん、でも映像にはあんまりあれだね、影響出ないみたいだよ。風に煽られて、うん、いやこれは営業の仕事としては結構厳しいね。ただ動画はどんぐらいか、いやーすげえ傾いてる。いやそれはそうでしょ。でもこんなさ、みたいになんないの。なるなる。もう少し半端ねえよ。どっしりしてるろ。いや、どっしりしてますよ。これでまだバッテリー69だよ。どうする。ちょっと、じゃあ一回下ろすか。おい、当たっていいわ。いや、入れ替えた。うん、いや、内容ちょこっと変わったよ。うん、オペレーターがもうポートで接続されてないっていうだけでもいいっすね。うん、楽は楽。上昇ってこれね。そう、そしてスライドさして勝手に上がるわ。あとはファントム上がったら、あとも自分の操作で行くの。うん、操作で行ける。ファントム、まあもう少し原因とか調整したらあれなんかもしんないけど、まあファントム飛ばす人にはちょうどいいわ。全然ないでしょ。ヨレヨレでしょ。カメラモードは FPV なんですよ。 FPV ってことなんですよ。そう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 。シングルでも上下だけはできる。できる。そのダイヤルのところで下に向く。あ、これヘッドロックしてるわけじゃない。ヘッドロックしてない。ヘッドロックとかその辺はここのほら、それで、ただぐるぐるは回せないよね。360度回らないからさ。これでぐるぐる回ってたら楽なんだけどね。まあでもファントムより全然完成度高いよ。うんうん、高いだけ。まあ安心感はあんね。もう高い分よくねえと困るの。動画撮れてる。もう撮れてる。でも結構飛ぶね、うん、この寒さでこのノーマルのバッテリーでこれだけ飛ぶやね。面白い。風のねえような日に使うんだったら営業でも行けかもね。これバンクつくんだっけ。つくつく。つかないよね。うん、あ、いや自分でつけないとバンクがつかない。うん、毎日ここでさ練習してさ、あれしたら上手くなるかも。うん、設定をこう煮詰めてって自分のいいようにさやれば。SM もやっぱ人の期待怖い。